これは。皆さんこんにちは、アキです。今日の動画はこの間初登場した私の大好きな弟とデートした時の動画になります。まあ弟にはね GSX じゃないやつがいいって言われちゃいましたけどまあ今日はそんな感じでどうぞ。今日はこうちゃんとデートでーす。何それ。これはギターの練習。一回見して何これいつも持ち歩いてる。外出るときは大抵これを持ち歩いてないと自分の気が済まない。気が済まない、これ持って。今日はデートだから。デートでもだからこれ持って。デートでも持ってる。わー美味しかった。じゃあこの後あれだね。何を。タピオカでしょ。やったそれテクスチャーでしょ。そう、わかる。こちらの商品は、これモンスーン。うまっ。あ、うまっ。やっぱりタピオカうまいな。あと、弦も買ったんで、ちょっとこれからこうちゃんに張り替え教えてもらいます。弦とクリーニングセット買いました。こっちでいいんじゃない。あ、こっちいい。こっちなんだこれ。なんていうやつ。ジーレ。めっちゃかっこいい、このギター。超かっこいいですね、これ。もう撮ってんの。うん。早っ。バイク乗り出してから、あれなんだ。出発時間が異常に早くなって。どうなんの?4時とか。早っ。そう、やっぱ混んじゃうじゃん、通勤時間帯とかに。渋滞が。あ、まあ確かに。そう、きついから。まあでも早い分ね、時間に余裕があるからね。残り時間たっぷりあるじゃん。まあ自由にでいいよね。そうどう。似てる。普通に似てる。いやびっくりした。普通にびっくりした。あれやってよ、グーフィー。俺はいや、グーフィーはねあんまり似てない。じゃあ私ミッキーやるからさ。買います。グーフィー今日はどこ行くんだい。ギターの弦を買います。なんでやってくんないのやってくれるじゃん、いつも。目と目が合う瞬間過ぎだと気づいた。あなたは今どんな気持ちで。ちゃんとマップに入る前まで黒いやつがここ黒いだから。これでなんか違う曲になっちゃった。 YouTube さ、見た私の。見たよ見た。あれやばいでしょ。やばいね。やばいよね。やばいよね。でもね、頑張ってんのがわかる。本当に、うん、すごい掴めるからさ。妖怪道中期だっけ。いや違う、妖怪道中期は間違った。デロデロ道中だ。デロデロ道中。間違えた。デロデロ道中。それやってこれ簡単だよ。どうやんの、それめっちゃやりたい。最初の味方の最初あるじゃん。どれやばい、合いますじゃん。やばいんだけど。おう。
間さ言ったけどさ、うん、私が乗ってんのさ、うん、DSX 前さなんか赤いやつがいいとか言ってたじゃん、うん、けどねあれもかっこいいんだけど、うん、こうスポーティーな感じで、うん、すごいかっこいいじゃん、うん、デザイン結構派手な感じでかっこいいじゃん、うん、シートも柔らかいから長時間乗っても疲れないし、あと体勢もね前傾姿勢すぎないから。赤いやつよりさこっちの方が良くない？赤いやつかな。でもさ、青色ってかっこいいやん。青色かっこいいね。いいでしょ、これ。いや。え？いや？いや、やっぱ赤いやつ。ダメか。赤いやつがいいのか。そうか。はい、興味ないね。そっか。声小さ。